はい、プレーボールどうもや求人です。まさかの2軍組続出、とうとうドラ1位7人衆のスタートはということでございまして、はい、今回はですね、注目のドラフト1位ルーキー、まあその中でもとうとうドラフト1位7人衆っていうところ、ここがね、昨年のドラフトでは注目されておりました。まあとうとうリーグから7人のピッチャーがドラフト1位指名、どの選手もね、即戦力として期待されているという立場ではあるんですが、まあまあただ春季キャンプの1軍2軍振り分けではいろんなね、理由がありまして、2軍スタートのメンバーというのもかなり多かったんですよね。まあなんで今回はその振り分け、なんで2軍スタートなのかっていうところも含めてざっとね、お話ししていきたいと思います。ではまず1軍スタートのメンバーから見ていきましょう。はい、ではまず1軍スタートのメンバーですね、見ていきましょう。まずは竹内夏樹選手、国学院大、西武ライオンズに指名された選手でございます。まあ竹内選手に関しては最終的に西武、ソフトバンク、そしてヤクルトの3球団競合、まあこれはですね、社会人の渡来選手と同様に昨年のドラフトで一番ね、票数を集めた選手でございました。でそういう彼でございますが、1軍スタートに決まっておりまして、でコメントも読んでいきましょう。 A 班に決まって身が引き締まる思いです。主力の選手の方々から多くを学び、多くを吸収して一日一日成長できるキャンプにしたいと思っていますというね、コメントを残しております。まあ、セーブはね、1軍2軍ということではなく A 班 B 班というふうに分けられておりますが、まあ、1軍相当の A 班に抜擢ということになっております。まあ、やはりこの辺は当然かなというか、何もコンディション等がね、問題なければ1軍キャンプっていうところはありますし、まあ、もっと言うとね、こう開幕1軍開幕ローテ争いに食い込んでほしい選手かなというふうに思います。まあ西武で言うとね、まあ同じ立場で大卒で入ってきた隅田選手、まあ彼みたいにしっかりと1年目からね、ある程度上で投げれるような活躍っていうのを期待しておりますし、まあそのためにはこのね、1軍の春季キャンプでしっかりとアピールしていきたいところでございますが、でそしてもう一人ですね、1軍スタートいまして、西舘勇陽選手、中央大、巨人にドラフト1位指名。でドラフトでは巨人の他に日本ハムも来ておりましたが、巨人が当たりくじを引いて交渉権を獲得、無事入団という経緯でございます。でまあこの西舘勇陽選手も1軍スタートでございますが、コメント見ていきましょう。いろんな先輩方から吸収できるものがあればしていけるように頑張りたいと思いますということになっております。まあ巨人に関しては西舘選手だけではなく、ドラフト1位2位3位4位5位支配下の選手がなんと全員ね、1軍キャンプスタートということになっております。まあ西舘選手以外ですね、社会人の選手っていうところもあるんですが、まあまあそれにしてもね、お異例のスタートということになっております。で西舘選手の場合は、こう巨人はね、阿部監督になって敗戦処理のルールっていうところもできましたが、当然こう開幕ローテ入りっていうのをね、目指してほしいなというふうに思います。まあまあやっぱね、こう初めは敗戦処理を挟むっていうところではあるんですが、オープン戦で結果を出して開幕ローテに入れば別なのかなというところはありますし、まあ実際ね、その力はある選手じゃないかなというふうに思います。まあもしかしたらクローザーで起用なんてね、話もあるんですが、まあまずはね、先発でどこまでできるかっていうところをぜひ見たいなというところでございますので、キャンプではそういったね、先発適性というところどんどんアピールしてほしいなというところでございますが、はい、というわけで以上ね、2名が1軍スタートでございます。で続いて2軍スタートのメンツっていうところ見ていきましょう。はい、では2軍スタートメンバーですね、見ていきましょう。まずは草川翔選手、亜細亜大、中日の1位指名の選手でございます。まあ中日はですね、はじめ渡来選手に1点外して草川選手を指名、ロッテとここで競合になったんですが、見事ね、交渉権を引き当てて外れ1位で入団ということになっております。まあただこの草加選手は2軍スタートというのもですね、2軍理由は右肘の内側側副靭帯損傷、まあちょっとね、靭帯を怪我してしまったっていう経緯がありました。でどうやら PRP 療法を選択するっていうところでございますが、まあまあただそれでもね、当然リハビリの期間っていうのはありますんで、そうなると1軍は難しいなので、今回2軍スタートということになっております。まあやっぱね、草加選手肘をやってしまったっていうところで、まあまずはリハビリからということになってしまいました。まあさらにトミージョン手術の可能性もね、今後ないわけではないですし、やっぱ PRP 療法からトミージョンっていうところ、結構ね、例も多いですので、ちょっとその辺は心配かなっていうふうに思いますし、もしそうなった場合ね、早急にこうトミージョンの選択っていうのもとってもいいんじゃないかなというふうに思いますが、まあそういうのもあって草加選手は2軍と。で続いて下村海斗選手、青山学院大、阪神のドラフト1指名。まあこの下村選手もね、非常に注目度の高いピッチャーでございましたが、阪神がね、単独でドラフト1指名ということになっております。まあもしかしたら外れで非常に人気が集まるんじゃないかっていうふうにも言われておりましたが、まあそれを出し抜いてね、阪神が一本釣りということになっておりました。まあただ2軍スタートでございます。理由としては
背中の張りのため自主練習を別メニューで調整で、既にある程度回復しているっていうところでございますが、念のため2軍スタートということになっております。まあ、下村選手の場合ね、ちょっとまあ背中の張りがあるっていうところで別メニュー調整ということになっておりました。まあまあ、ただ既にもうかなり治っているっていうところでございますし、ブルペンにも入っているっていうところでございます。まあまあ、なんで怪我の感じは大丈夫かなっていうところではあるんですが、まあまあ無理させないっていう球団の方針で2軍スタートということになっております。まあなんで軽傷っていうところでございますんで、キャンプ途中にも1軍合流の可能性はね、高いのかなというふうに思います。まあ去年もね、森下選手が怪我をしてリハビリからスタートでございましたが、途中で1軍に上がってきて、まあまあ結果ね、優勝に貢献する活躍っていうのも見せておりましたんで、まあそういう例もあってね、阪神も慎重に2軍スタートっていうところなんでしょう。で、続いて西舘晃太選手、専修大、ヤクルトのドラフト1位指名。西舘選手も非常に注目度の高いピッチャーでございました。まあ、とうとう2部っていうところであるんで、まあ他のね選手ほど評価っていうのはぐっと上がってはこなかったんですが、まあまあ、ただ竹内選手を外してしまったヤクルトが指名ということになっております。まあただ彼も2軍スタート、理由としては上半身のコンディション不良で、実際はノースロー調整ということになっております。まあ部位はね不明でございますが、ちょっとまあ上半身のコンディション不良、故障ということになっております。まあそのためノースロー調整なんですよね。なのでキャンプもね2軍スタートということになっております。まあただ今のところ他のメニューはこなしておりまして、まあ重傷ではなさそうな感じはあります。まあまあ元気に腕を振っている姿もありますんで、まあしっかりと復帰して投げれるようになればですね、早い段階で1軍合流っていうのも可能性はあるのかなというふうに思いますが、まあまあとりあえずコンディション不良で2軍スタートということになっております。はい、続いて細野晴希選手、東洋大、日本ハムの1位指名選手ということになっております。で、細野選手もね非常にこう評価が高かった選手でございまして、まあドラフト前は競合になってくるんじゃないかっていうところも言われておりましたが、まさかの1位初回入札なしで、外れのですね入札もなく、まあまさかの外れの指名ということになっております。まあちょっとこれはびっくりではありましたよね。まあ日本ハムは西舘勇陽選手、前田優吾選手といって、まあ3番目にね指名したということになっておりました。まあまあこうポテンシャルは高いんですが、やっぱコントロールが悪いっていうところである程度避けられた部分はあったのかなと。で、そんな彼が2軍スタートで、理由としてはコンディション不良などではなく、ドラフト指名時から育成方針のため2軍スタートになっていたようでございます。まあ先ほどの3人は怪我とかの理由でございましたが、彼の場合はそういうことではないということみたいですね。まあやっぱこう制球なんていうところもありますし、まだね1軍で使うには早いという判断なのかなと。まあそれでも本当ポテンシャルは凄まじいですし、開幕1軍なども焦らずにこう長いスパンでねしっかりと育てていくっていう方針なのかなというふうに思います。まあまだまだ荒削りなところはありますが、球威はちょっとまあずま抜けたものがあります。こう外れっていう立場ではあったんですが、まあもしかしたらねこの中で一番すごいピッチャーになる可能性もね秘めている選手かなというふうに思います。まあそういうところもあってね、しっかりと育てようっていうところで2軍スタートなのかなと。で、最後は常廣隼人選手、青山学院大、広島の1位指名選手ということになっております。まあ常廣選手もですね注目されていたピッチャーでございまして、広島が早々に公言で、当日楽天が指名してきたんですが、当たりくじを引いて交渉権獲得、そのまま入団ということになっております。まあただ彼も2軍スタート、理由としてはですね大学卒業のための単位取得のため、自主トレを離れていたこともあってキャンプも2軍スタートということになっております。で、まあ常廣選手に関してはですね、競合した選手の中では唯一ね2軍スタートとなっておりますが、まあ怪我とか実力云々ではなくですね、ちょっとまあ単位が取れていないってところがあるみたいなんですよね。まあそれでいろいろ勉強とかで自主トレを離れることもあったというところでございまして、まあそうであればねそっちに集中っていうところもあって、キャンプはとりあえず2軍スタートということになっております。で、まあこれに関してはね、まあまあいろいろ事情もあるのかなっていうふうに思いますし、まあ無事大学を卒業して早期1軍に合流をというところかな。まあやっぱねこう単位取れずにこうずるずる引きずって、まあ、シーズン入りながらこうちょくちょく単位取ってみたいなパターンもですねないわけではないので、まあそうなってくるよりはね、今こうしっかりと終わらせてしまった方がいいっていうところもあるので、今こうしっかりと終わらせてしまった方がいいっていうところもあるのか、まあ広島はそういう判断を下したということになっております。まあまあでもね、こうどうやら報道によると順調みたいではございますんで、まあ卒業っていうのはできそうと。まあ落ち着いたらしっかりこう1軍に上がって、まあ開幕1軍をね目指していただければなというところではないでしょうか。はい、というわけで以上ね、とうとう7人衆、まあ1軍スタートが2人、2軍スタートが5人というところでございました。まあいろんなね理由がありつつっていうところではあったんですが、こういった結果になっております。ではね、最後ネットでの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応ですね、見ていきましょう。とうとう新州やばいな、やっぱ疲労溜まってるんかねということで、
はい、まあね、こうとうとう7人衆ざっとね見ていきましたが、まあ、7人中5人が2軍スタートということになっております。でそのうちね怪我が3人いたというところでございまして、まあまあ下村は結構もう回復はしていたんですが、心配なのはやっぱ草加ですよね。人体損傷というところでございますから、まあ、PRP からトミー・ジョンという可能性もあるだけに、まあ、ちょっとね今後どうなるかというところでございますが、まあまあでもやっぱねこの辺に関しては、まあ、トートリーグ非常にレベルの高いリーグでありつつ入れ替え戦もあるっていうところでございまして、まあ、やっぱこうエースの負担っていうのもすごくはなってくるんですよね。特にやっぱ草加、そしてまあ西田で高田あたりなんかですね、もうめちゃくちゃ投げてたんですよね去年。まあそこがね売りっていうところもあってドラフト1位指名されたっていう経緯もあったんですが、その辺の疲労っていうのも溜まっていたのかなというふうに思いますし、こう今の段階でコンディション不良っていうこともねなってしまっているのかなと。まあそうなればやっぱ他の選手もね心配かなっていうふうに思いますし、こうアマチュア試合のダメージっていうのをね負っているっていうところもあるんで、まあまあその辺も込みでいろいろ見極めていかないとダメっていうところもあるんですけど、まあ正直こればっかりはねMLB ほどメディカルチェックも厳格ではありませんし、入ってからじゃないと分かんないなっていうところもあるのかなっていうふうに思います。まあそういった中でちょっとね怪我で出遅れた選手が多くなってしまっているっていうのは普通に心配だなというふうに思う反面、まあ今しっかりね直して万全の状態で臨んでもらえばね、まあまあ全然ここから巻き返しはできるんじゃないかなっていうところでございますんで、まあ、そこまで気にしなくてもいいかなというふうに思いますが、でこちら見ていきましょう。一軍キャンプに入ることに越したことはないけど、森下翔太とか大勢とかは下からのスタートだったし別に気にすることもないけどなということで、はい。でまあそうですね、先ほど言ったことの延長になりますが、まあやっぱり一軍キャンプね入るに越したことはないんですよね。ここからしっかりアピールしてオープン戦で結果残して、でまあ開幕1軍でっていう流れが一番綺麗ではあるんですが、まあただ2軍とか3軍スタートであってもですね、全然1年目から活躍している選手はいます。それで言うと去年なんかね森下翔太選手なんかもろそういう感じでございましたし、まあ逆にねじっくり調整できたからこそ怪我の心配なく1年間乗り切れたのかなっていうところはあります。まあ大勢選手とかもね、まあ彼の場合はコロナで3軍スタートっていうところはあったんでいろいろ事情は違うんですが、まあでも1軍キャンプ出遅れたっていう立場ではあったんですが、開幕ねクローザーっていうのを掴んでおりました。まあ、そういうところ考えるとやっぱね今の段階で2軍キャンプスタートだったからって特別こう心配はいらないのかなというか、まあここで焦って万全の状態でなくね1軍に来るよりは全然いいんじゃないかなっていうところもありますんで、まあ2軍スタートの選手はねこうじっくり地に足つけて1軍にってところではありますし、で逆にこう1軍をね掴んだ西舘竹内らに関してはもうガンガンアピールしていってほしいなというところはありますし、まあやっぱこう強豪の2人でございますんで、まあ当然セパともに新人王っていうところ最有力候補になってくるのかなというふうに思います。まあそのためにはねやっぱ開幕ローテ入りっていうところしっかりと掴みたい立場ではありますんで、まあそれぞれねとうとう7人衆始まる立場は違うんですが、まあいいねルーキーイヤーにそれぞれしていただきたいなという限りでございますが、はい、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録コメント高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せのゲームセット、ありがとうございました。